あ、こちらパトリック・タンベイですね。あ、フロント部分が破損して足がむき出しになってしまっています。そうですね、これタンベイ 足首痛めちゃってますね、左、はい、ただこれ後に分かったんですが打撲で済んだそうなんです。あんな大きい事故だったんです、はい、ただタンベイにとってはこれがタルボリジェでの最後のレースなんですね。あ、そうですね、はい、木曜日にチームが、来年はエディチーバーを獲得してラフィーとの通過体制でいきますというのを発表してしまっていたんです。でタンベイは翌年からフェラーリターボ、はいはい、そうですね、前半は序盤は仕事がなかったんですけど、はいはい、シーズン途中からフェラーリに移ることになりますが。